こんにちは、Dラボのレイナです。先日は DJI ミニ3 Pro の概要を速報ベースでお伝えしましたが、今回はタキシとの比較をしてみたいと思います。比較対象は重量やサイズが最も近い DJI ミニ2と、現在キャンペーン中で価格帯がほぼ同じ Mavic Air 2の2機種に絞って比較していきたいと思います。まず重量ですが、日本版の DJI ミニ2は 199g と最も軽量です。これは申請が煩雑な航空法の適用外とするために、わざわざ日本向けに小容量のバッテリーを積んで販売してくれていたからなんですね。でも今年の6月より 100g 以上のドローンは全て国交省への登録申請が必要になるため、 DJI ミニ3 Pro は海外版と同じ仕様となりました。ちなみに海外、例えば米国などでは 250g までの機体に関しては登録が不要なので、そちらに合わせて重量は決められているんですね。なお DJI ミニ3 Pro には大容量のインテリジェントフライトバッテリープラスを搭載することができるようになっており、その場合は総重量が 289.5g になります。それでも十分に軽いですよね。 Mavic Air 2は 570g ですので、ミニの倍の重さになります。ただ重いから悪いということでもなく、耐風性能も最大速度も上ですので、より安定した飛行を求められる方には Mavic Air 2の方が最適かと思います。一方、気軽にいつでも持ち歩いて飛行させたいのであれば、 DJI ミニ3 Pro が優れていることがわかります。さて次にカメラのセンサーサイズですが、DJI ミニ3 Pro は1インチセンサーに近い 1.3 分の1インチセンサーを搭載してきました。他の2機種よりも解像感も高く、夕暮れ時や夜間撮影でもノイズが低減されることが予測されます。ちなみに Mavic Air 2は昼時でも若干ノイジーな映像でしたので、 DJI ミニ3 Pro でどこまで改善されているかも気になるところです。動画は 4K60fps の撮影が可能となりました。比較表にはありませんが、 1080p120fps の撮影も可能なので、滑らかなスローモーション撮影もでき、表現力が大幅にアップしています。さて次にレンズですが、こちらも多機種よりも改善されており、 24mmF1.7 というとても明るいレンズを搭載しています。先ほどもお話したセンサーサイズの向上との相乗効果で、よりノイズの少ない映像が撮影できることが期待されます。次に縦向き撮影ですが、これは DJI ミニ3 Pro だけの専売特許ですね。縦方向に90度までジンバルが動作することから、横風を受けた時にも水平を保ちやすくなっていると予想されます。ちなみに DJI ミニ2ではジンバルの可動域が狭く、横風を受けるとすぐに水平を保てなくなることが多く、無風に近い環境で飛行することが求められました。次に最大飛行時間ですが、これも一回り大きい DJI Air 2と同じ34分をマークしています。しかし、インテリジェントフライトバッテリープラスを搭載することで、なんと47分と DJI さんの折りたたみドローンシリーズ史上最長の飛行時間になりました。プラス13分もあれば本当に撮りたかった映像も余裕を持って撮影することができますよね。この改良点は本当に嬉しいです。さて次に障害物検知システムですが、 DJI ミニ2の下方センサーに加え、前方後方にも搭載されました。これによりアクティブトラックやリターントゥーホーム時の安全性が劇的に向上します。私はこのセンサーに何度も助けられました。またコントローラーとの映像伝送システムはオキシンク2からオキシンク3へ進化。映像伝送距離は 6km から 8km に伸びました。たかが 2km ですが、この 2km が意外と大きいんですよね。これまで到達できなかった景色に巡り会えるのが今から楽しみです。また自動撮影支援機能も大幅に進化し、 Mavic 3と同様にスポットライト、アクティブトラック、POI、マスターショットも可能です。ただし、横と上方向に障害物回避センサーが搭載されていないため、Mavic 3よりも気をつけて機能を使う必要はありそうです。
次に本体を展開した時のサイズですが、 DJI Mini 2よりも一回り大きくなり、 Mavic Air 2とほぼ同等のサイズになりました。スペック表には記載されていませんでしたが、おそらくこれまでよりも大きめのブレードが搭載されていると思われますので、より風に対しての抵抗力や推進力、安定感が高まっているものと予想されます。最後に価格の比較ですが、本体のみの価格とフライモアキットを付与した場合の価格で分けてみました。価格は2022年5月11日現在 DJI ストアにて表記されている価格となります。こうやって比較しますと、 DJI Mini 2から3になったことで価格が約2倍になっていることが分かります。ただし、ディスプレイ付きのコントローラー DJI RC が付属したモデルの場合は119,900円と価格の上昇が最小限に抑えられています。ちなみに Mavic 3用のディスプレイ付きコントローラー DJI RC Pro は132,000円もすることを考えると、 DJI RC 付きの DJI Mini 3 Pro の価格がいかにお買い得かが分かります。もし買うなら DJI RC 付きがよろしいのではないかと思います。また Mavic Air 2に関してはキャンペーン価格となっており、フライモアキットを付属しても105,600円と値頃感があり、初めてドローンを購入される方には悩ましい選択かもしれません。ただ DJI オンラインストアでは現在在庫切れになっており、別のショップから購入する必要があることは付け加えておきます。さて、スペック表をもとに比較してきましたが、いかがでしたでしょうか。価格も考慮すると選択が難しい機種ではあるものの、Mavic Air 2を超える画質と Mavic 3に肉薄するスペックと持ち歩きやすさを考えると、 DJI Mini 3 Pro の DJI RC 付き版は魅力的な機種かなと思いました。あとは実際に使ってみないとわからない部分が多々あると思いますので、引き続き検証をしていきたいと思います。今後もレビュー記事やノウハウなどを配信してまいりますので、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。